Meet Your Art ナビゲーション。今回は建築模型に特化した保管展示のための文化施設模型保管庫をご紹介いたします。建築家や設計事務所から預けられた600点以上の建築模型を保管展示する珍しい施設がここ東京の天王洲アイルにあります。模型保管庫は現代アートと建築にまつわる展覧会を開催するワットミュージアムが運営する施設。来館者向けに模型保管庫見学を開催しています。建築模型とは、建物を作る際、建築家や設計者が設計の過程でプランをスタディし、クライアントへのプレゼンテーションに用いる資料の一つ。作り手の思考、設計のプロセスを明確に表現し、伝えるためにはとことん細かく、そして繊細な技術が必要です。建築模型師という職業があるほど、この建築模型は重要な分野なのです。現在では模型そのものに芸術的価値が認められ、国内外の多くの美術館が建築模型をコレクションする例も。ワットミュージアムはそんな建築模型の文化的資料的価値に着目。母体である寺田倉庫は美術品保管を主軸に幅広い分野で芸術文化発信事業を展開しており、その一環としてワットミュージアムで建築文化を育む目的からその展示活動を行い、建築模型をテーマにした数多くの展覧会を開催しています。梼原木橋ミュージアム。この作品がある高知県梼原町は世界的建築家隈研吾の木造建築の始まりとも言える場所。今から約30年前に高知県梼原町にある古い芝居小屋梼原座の保存運動に携わったことをきっかけに、隈さんと梼原町との交流が続き、現在では梼原木橋ミュージアムをはじめ6つの隈研吾作品が梼原町には存在します。この作品は江戸時代の伝統的な加工形式羽橋から発展した案としてやじろべえ型を採用し、模型ではその技法と組み方が忠実に再現されています。国内外多数のアワードの受賞経験を持つ山崎健太郎が手掛けた新富士のホスピスは、末期がんの患者とその家族のためのホスピス。敷地にあった既存の高木を雑木の庭として随所に残すことで、まるで昔からそこにあるような雑木の庭にあるホスピスを目指しました。こちらの模型作品は実際の建物とは異なり、回廊全体と病室の一部は屋根をなくして作られ、回廊での過ごし方居方が提示されています。模型だからこそ見られる表現の中に、建築家が描いた空間を想像してみてください。模型の中にはコンペで落選してしまった案や、何らかの理由で実現しなかったアンビルトの模型もあります。高山久夫による東京四谷聖イグナチオ教会もその一つ。高山はこの教会のように愛され惜しまれながら建て替えが決められた建築は、その場所や共同体の歴史を受け止め記憶を支えるものであるべきだという考えのもと、この計画を手掛けました。惜しくもコンペでは辞典となり実現しなかった幻の模型です。
建築家や設計士のアイデアを細部にこだわり抜きながら再現する建築模型。建築といえば普段は見上げるばかりですが、模型であれば上や横360度から見回すこともできます。建築家が何を考え、どのような工夫を凝らしているのか、そんな建物の奥にあるストーリーを一歩引いた視点から読み解いていく楽しみがあります。小さくとも壮大な建築模型の世界、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。